出発しないと。オルガちゃんとサライちゃんは見当たらないけど、また会えるよね。
巫女様、僭越ながら本日は我々が植樹祭の見届け役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。調子狂うな。恐れながら巫女様の恩義はすでに大いなる始まりの大樹に捧げられたもの。そのようにあけすけな物言いは慎み、もっと堂々となさいますよう、本日は王族や臣民たちの目もございます。はい。巫女様には古の習わしにのっとり、ここから大峡谷の祠を目指していただきます。道中大きな危険はないと思いますが、もしお疲れの場合は一度お戻りください。私どもがここに待機しております。わかりました、ありがとう。祠へ到着されましたら植樹の儀を執り行っていただきます。とにかくまずは祠を目指して。おっ、それでは巫女様、植樹祭開始の宣言を。え、我が名はダーナ、大いなる始まりの大樹を報じる巫女として天命を授かりし者なり。エタニアのとこしえなる繁栄を祈念して、今まさにこの地の試練に臨まん。大樹よ、先達の巫女たちよ、我に力を貸し与えたまえ、今ここに植樹祭の開始を宣言する。どうぞこのまま奥へお進みください。いよいよ試練の始まりです。ありがとう。Yes! Ha! Ha!
いよいよですね。ダーナさんにはエタニアの未来の光景が見えるとのことですが。どうしたというのだ。どうやら緊張して。お前、いや、無事なら良いのだが。巫女様、無事に終わりましたでしょうか。ええ、滞りなく。とても美しい海の景色を見ることができます。まあ素敵ですね。穏やかなる海は平和と繁栄の象徴。巫女様の代もエタニアは安泰でございますね。ええ。あの光景、どうしてあんな。ゆっくり見てください。毎度あれです。またいらしてくださいね。この辺にしておけよ。やば、ドギだ。アドル、待ってね。
めましょう。さあ、できたわ。さあ、できたわ。任せなさい。完成よ。では、始めましょう。さあ、できたわ。では、始めましょう。完成よ。